ウェブマーケティング勉強するってなった時に、じゃあどう勉強すればいいか。あの、まあ、資格を取ってみるとか、あと参考書を読んでみるとか、まあ、なんかスクールに通ってみるとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、結論僕がお勧めするのは、もう本当これ、まずやってみることですね。これが、あの、まあ、一番シンプルですし、あの、最速だと思います。で、僕自身も、あの、ウェブマーケティング今結構その、まあ、だいぶ得意な方だと思うんですね。で、得意な方で、じゃあ誰かに習ってきたかって言われたら、まあ、すべてもちろん独学です。で、じゃあ独学する際に、じゃあ本をいっぱい読んだかっていうと、まあ、その、いろいろトライしていく中で本は読んできたんですけど、まあ、ただいきなりそのずっと本ばっか読むとか、まあ、そういうことは全然してないですね。あの、例えばブログを書いてみて分かんないから本読むとか、まあ、基本的にこういう、まあ、PDCA サイクルって言われたりすると思うんですけど、そういうやり方をしています。じゃあその僕が、まあ、ウェブマーケティングを勉強する上で、まあ、まずやってみろっていう、まあ、この理由もいくつかあるんですけど、まあ、大きな理由を3つ挙げると、まず1つ目として、まあ、無料だからですね。で、2つ目が、実務も同じだから。で、3つ目が、知念変化しているから。これちょっとサクッと解説しようと思うんですけど、まず1つ目無料だから。まあ、これ言うまでも完全無料ですよね。あの、ブログやるにせよ、YouTube やるにせよ、SNS 発信するにせよ、あの、まあ、基本的にほぼ無料でできます。で、あの、たまにその、例えばリスティング広告っていう分野とかだったりすると、その検索結果の画面に広告を打つとか、まあ、そういうのできるんですけど、まあ、これとかもワンクリック、まあ、30円とかなんですね。だから、Google とかに、まあ、1000円ぐらい入金すれば、まあ、それで正直実験できるんですよ。だから、あの、別に1000円ぐらいだったら、その、いいじゃないですか、少し損しても。まあ、そういった感じで、まあ、まず、ほぼ無料。まあ、限りなくコストが低いっていう。まあ、それが、まず理由の一つですね。で、二つ目として、実務も無料だからっていうところで、あの、まあ、例えばなんですけど、まあ、自動車業界で働くとするじゃないですか。で、じゃあ、トヨタで働きますってなったら、まあ、トヨタでやる業務っていうのを自宅でやるのってできないですよね。でも一方で、じゃあ、ウェブマーケティングとか IT 業界においては、じゃあ、例えばその、ウェブマーケティングの会社に就職するじゃないですか。で、その仕事と同じのを家でやるってなったら、まあ、正直家でできるんですよ。で、ウェブマーケティングって、あの、まあ、今回その、シリーズものとして動画を話してるじゃないですか。で、後半のシリーズで、あの、ウェブマーケティングを勉強すると独立しやすいですよっていう話もするんですけど、まあ、ここもそれに繋がっていて、まあ、要するに何かっていうと、まあ、会社がやってる業務個人単位で全部できるんですね。だから、あの、まあ、よく言われることとして、会社に行くと、なんかいろいろ経験詰めて学べるみたいな、そういう話もあるんですけど、あの、まあ、正直僕が思うに、まあ、ぶっちゃけ自宅でほぼ勉強できるんですね。なので、あの、まあ、会社に入るっていうのももちろんいいと思うんですけど、それ以前に一番最初はやっぱ自分でやってみる。まあ、これの方が早いと思います。で、続いて3つ目の理由としては、常に変化しているからですね。で、例えば僕が今こうやって YouTube に向かって話してるじゃないですか。で、じゃあこんな感じで話してると、まあ、今だったらある程度の方にこう届けることはできるんですけど、一方でじゃあ2016年、2017年、もしくは2018年ですね。これぐらいの時代に僕がこうやって同じようなことをやっていたら、それでいろんな人にリーチできたかっていうと、それ多分ほぼ無理なんですよね。で、僕自身は、まあ、ほぼ2018年の終わりぐらい、まあ、2019年の1月ぐらいから結構 YouTube 本格始動してるんですけど、あの、まあ、要するになんでそこで始めたかっていうと、まあ、世間的にその YouTube で結構勉強できるよねっていう、まあ、そういうトレンドみたいなのが起こってたんですね。で、起こったから、まあ、それにうまく乗っかるみたいな感じでやってたんですけど、まあ、そういった感じで、あの、マーケティングの方法ってその時代によって全然変わってくると思います。だから、あの、まあ、本を読むことはもちろんいいんですけど、まあ、本を読むと基本的に本に書かれてることって昔の方法論なので、まあ、それを現代に応用することはできても、まあ、ただやっぱり現代で、あの、最前線でやってる人よりもノウハウが低くなっちゃうと思うんですよね。だから、あの、まあ、まずやってみて、その、今風なマーケティングっていうのを、まあ、自分でトライして、まあ、その経験から学んでいく。まあ、これが、ま、最速というか、まあ、僕がやってきた学習方法ですね。まあ、シンプルすぎるんですけど、まあ、これがいいと思います。はい、という感じで、続いて、あの、動画さらに進めていって、じゃあどんな感じで始めたらいいかっていうところですね。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし、あの、今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度を下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、あの、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、あの、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ、あの、移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、ま、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。